願いします。まずオフィシャルから質問です、はい、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。いやもうすげえめちゃくちゃ悔しいです。もう本当にめちゃくちゃ悔しいですね。はい、いややっぱめちゃくちゃ強かったですね。あとやっぱりそのなんていうんですかね、最後自力で完全に負けたなって自分で思いました。はい、試合が終わってからクレペル選手とこうそのケージの中でどんなこと、はい、言葉を交わされました。サトシが最初に危なかったよって言って言ってくれて、でクレペルももうすぐありがとうって本当に言ったんですけど、僕も本当に心からありがとうと思います。はい。